流れるプールじゃなくて流すプールだ。これだですね。流れるプールかと思ったらいろんなものを流すプールでね、流すそうめんかなと思って食ってみたら普通にうんこでしたってバカ野郎。トンネルズがいる。コメヤですね。プールに行ったらプールサイドにトンネルズがいやがってね。これは絶対落とされるぞと思ってビクビクしてたら、プールに落とされずにプール付きの家を買わされましたってありそうじゃねえかっての。スターだらけだ。コメヤですね。プールに行ったらスターだらけの水泳大会やってやがってね。水着の女たちも全員今をときめくスターだったりして。誉れ。沢誉れ。に、宮間綾。あっちにはゴールキーパー、カイホリ歩み。服着てちょうだいって、よしなさいっての。というわけで、今週は以上です。今週メールをくれたドラゴンアッシュは、ラジオネーム、ジュエル、ポットでの将軍、ムササビチンポ、身から出たサービス、以上のドラゴンアッシュでした。次回のテーマ発表するぞ。来週は、七夕があるってことで、こんな願い事は嫌だ。送ってこい。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキさあ、今日募集した出前系メール来ますよ、うん、ラジオネームラーメンちょびひげガール、小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは、うん、出前のエピソードですが、僕はピザ屋さんの出前をよく取るんですが、うん、いかんせん一緒に食べる人がいないため食べきれません、うん、出前で頼みすぎるのってあるあるでしょうか。うん、一人だと、俺もほら一人で出前取るの好きでしょ、うん、で、いくら以上ってあんのよ。なんかあるね。うん、1500円だから、うん、1800円だからね、うん。うん。だから俺はピザで頼まないけどね。いや俺ピザ1枚食えねえから。俺ピザ頼んじゃうよ、一人で。でも残しちゃう。食いたのがさ、うん、まあ、これいろんなところでね、聞いてる人いるから、うん、このびっくりすることを教えてあげたいんだけど、うん、東京のいいとこの。まあ俺もあんまいいとこ住んでるじゃん。うん。行ったって。まあ、一等地ね。行ったっていいところ、うん。いいところ、の出前ってすげえなと思ったのが、うん、ネットで探してて、俺ハンバーガー食いたくて、家で。うん、でハンバーガー頼もうと思って、ネットでこう出前探してたら3軒ぐらいあったの。うん、なんか美味しそうな、うん。ちょっと高級ハンバーガーみたいな。うん、で、頼もうと思ったら、3つあって、一番高いとこ、最低注文配達料金、1万円なの。まあ、ハンバーガーでだって1万円俺頼むんだよ。なんだそれは。パーティーみたいな。パーティー。でもハンバーガー、パーティーでハンバーガーって。1万円ついたことで5000円。へぇー。断念で、断念。5000円分頼めないと思って。断念だね、それは。うん。いやー、すごいね。1個は1000。あ、でもそんなもんなの、1個。5、600円。それもいいねだ。そう、いいねだ。だから2人いたら、高級ハンバーガー。2人で1個ずつ頼んで、あとなんかサラダとかやったら5000円いくと思うんだよね。うん。ね、うん。だけど最低注文料金5000円からとかになってんだよ。高いね。怖いな、都会、ね。確かに、ハーギンとこの出前みたいのってすげえいいのたくさんだよね、あっちの方ってね。あるある。ずるいんだよ。そう。うちの方にはないやつばっかなんだよ。ある。ね。うん。うちは郊外だから、もうピザとかそういうちょっとものしかないの。うん。うん、中華のやつとかさ。あるよ。なのに、そっちすげえじゃん。いい店がちゃんと出前。ちゃんとしたの名店じゃん。そうそうそう。あれびっくりしたわ、俺。あんね。うん。ですから、出前楽しみあるあるあるよ。俺もなんか2個頼む時とかあるしね。そう。ラーメン屋の時とか、チャーハンとラーメンとかね。やっぱ大変だよね、食べんの。うん。うん。ラジオネーム五本木太郎。小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。うん、デリバリーについてですが、クリスマスシーズンになると、よくサンタクロースの格好で宅配してますよね。はいはい、僕はその格好で家に配達に来られると、なんかすごく恥ずかしくなります。特にメリークリスマスと言ってくるわけでもなく、テンションが高いわけでもないのに、この服着てる意味ってあるのかなと思います。いや、これは、ちゃんと街を彩ってくれてるんだよ。そうそうそう、街の話だよね。そう。家じゃないんだよ。俺を見ると、街のね。あ、そうだ、クリスマスだなと思うでしょ。なんでその考え、嫌だよね、うん。考え方すんね、それ。そう。別にご本人のためにやってるわけじゃないから。警官だから。そう、ね。警官だよ。クリスマスは全部警官なの。そう。サンタの格好をしてる人が配達してるっていう警官ですから。ラジオネーム、ディープ赤町。
小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。僕の家ではよくピザを頼むんですが、うん、1時間後ぐらいで頼んでも、いつも半分の時間の30分後ぐらいに来て、うん、まだ食べる準備ができてなくて、冷めてしまいます、うん。それを見越して1時間30分後で頼んだ時は、ほんと約束通り1時間30分に来ました、うん。食べ物のデリバリーって難しいんだか適当なんだかよくわかりません。うん。うん、確かにね。ほんとそうだよな。早く来る時あるもんね。早い時あんだよな。俺がよく頼む中華屋があるの、うん、美味しいの、そこのチャーハンとか、うん、あの、バンバンジーサラダとかが。うん、でもそう中国人がやってて、はいはい、出前ネットで頼むといつも90分って必ず書いてあるの。うん、そこは、普通はさ、その時によって変わるのに、そこは必ずもう90分なの。どんな時でも。おう、だから、本当に30分で来る時もあるの。お、30分食う時もある。あの、だって変わらないんだよ。そうだね。最長90分って意味で出してる。はい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 、はい、うん。でも本当に1時間かかる時もあるの。はあ、だからすげえ迷う。迷うんだよね。確かに時間がね、うん、ちゃんとしてくんないとな。そう。本当に中国人が送ったの来るし。一回それこそ1時間、お湯のさっきの話じゃないけど、1時間半って言ったら2時間かかって、うん、で電話して一緒、まだ来ないんだけど、つったら、うん、今は向かってるっつって。で、やっぱ本当に来て、うん、したら100円くれたんだから。ああ、100円。くれちゃったから。申し訳ないからっつって、100円。あら、すばいいとこじゃないの、それは。100円くれたんだよ、うん。ラジオネーム、ルサンチマン。小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。僕の配達エピソードですが、今年のゴールデンウィークは家で一人ぼっちだったので、毎日のようにデリバリーのピザを頼んでました。うん、ゴールデンウィークにもかかわらず、わざわざ僕みたいなやつ一人のために熱々のピザを運んできてくれる女の子に心を打たれ、3日目以降はその子に会うためだけにピザを頼み続けました。あれが今年の上半期の僕の一番熱くなった声ですね。あの子は今何してるんでしょうか。ピザをまた頼んだら来てくれるのかな、覚えていてくれるのかな、そんなことを思っちゃいます。今年の夏は暑くなる予感ですね。うん、まあでも担当だからね、あそこの場所であるからやってれば頼みも来るんじゃないの。うん、ね、うん、時々女の子来ることある、ね、俺女の子まだ来たことないわ。うん、やっぱ俺ぐらいしょっちゅう頼んでると、そう、ああ、やっぱ女の子も多いんだね。おいおい、女の子。でもみんな一人なのにピザで頼むんだね。頼みますよって。何してるか。ピザ一枚食べれる？残す。2、3切れ、うん、残して夜の映画を見ながらのやつに取ってもらう。ああ、いいね。そっちでまた温めて食べるみたいな。ああ。だからちょっと多めに頼んじゃうよ。ああ、そっかそっか、うん。そうそう。ラジオネーム、タクヨシロ。おじさん、ヤギさん、小室さん、こんばんは。うん、デリバリーとは少し違いますが、僕はネット通販をよく利用します。大量のペットボトル飲料を箱買いしてるんですが、いつも同じドライバーが、ぜーはぜーは言いながらやってくるので、とても申し訳ない気持ちになります。うん、ああ、でもこういう重いものこそ、ね。うん、そうなんだよ。ネットで。ねえ。頼みたいもんね。そう。買いたくない。買いに行くともね、大変だから。そういうのはどうしても、うん。水とか。水はサーバーのやつ。あ、サーバーにしてんだ。そう。うん、でもそれは、なの、70歳ぐらいのおばあちゃんもって言ってたよ。本当？すごいぜ。あれ重いよ、だって。すごい重いよ。ゼーハー、ゼーハーだ、まさに。本当？うん。それがね、3年ぐらい続いてたけど、2年、俺が、まあ、引っ越してるから、ずっとだから、3年ぐらいかな。最近ちょっと見なくなっちゃったけど、どうしたのかわかんないけど。もし、いい加減やめたんじゃない？ね。じゃあ、コーナー行こうかな。うん。君の名は、じゃない？ん？おぎんぽ？おぎんぽ。おぎんぽ45度。うん。最も興奮したとき、45度に注ぎ立つというおぎのちんぽ、通称おぎんぽ。おぎんぽが45度になる有名人とのシチュエーションをおぎさんに判定してもらいましょう。なるほど。先週やってないか、これ。やってない ね。ラジオネーム、長寿ギガジャクソン。はい。密室で二人きりになり、ちょっとさ、俺との気上位想像してくれる？というと、うん、目をつぶって本当に想像して腰を動かしてくれるおのののか。めっちゃ可愛いな。ね。いい子だな、そんなことしたらもう。いい、面白いな、それやってくれたら。もう俺たちちょっとおのの。